こんにちは、尾上裕和郎です。今日は久々に鳥栖のキャンプ場に行きたいと思っております。今日は多いですかね。そんなに多くないですね。ちょっと今のうちに行って貼っときましょう。今日はですね、いつものキャンプ場にソロキャンプに来ております。今日は引きこもりキャンプということで、ワンタッチテントを持ってきてるんで、これから設営したいと思います。ちょっと迷彩ネットで、ゴロンさんにはかなわないですけど、中は超快適空間になってます。これは最高ですね。ちょうど時間が今12時で、気温が14度ですね。ちょうど4日ぐらいですね、体動かして。じゃあそれでは今回は超引きこもりスタイルのソロキャンプ始めたいと思っております。それでは皆様、準備は良かですか？乾杯。焚き火の準備万端です。薪もいっぱい持ってきたんで、ちょっと焚き火を楽しみたいと思います。これから夕食を作っていきたいと思います。今日の夕食は牛丼です。牛丼いただきたいと思います。結構な量ですね。こんな感じの1キロぐらいの牛丼です。いただきます。今ライブが終わりました。ライブ参加していただいて
ありがとうございます。だいぶ酔っ払っております。酔っ払っております。しゃっくりが止まらないです。それでは皆様、おやすみなさい。しゃっくりが止まらん。おはようございます。昨日はライブ参加していただいてありがとうございます。ぐっすり寝とったです。9時まで寝とったです。で今回はユーカズローシェラカッププレゼントということで1名様に抽選でプレゼントしますので、よかったら、コメントされてください。でただですね、ちょっと前回テントプレゼントの時は500人ぐらいいたんで、ちょっと制限人数をですね、あんまり欲しいって方もいらっしゃらないかもしれないですけどね、一応50人、先着50人で、その50人の中から抽選で1名様にプレゼントということでよろしくお願いします。いやちょっともう時間がない、11時撤収完了しないといけないんで、もうお絵かきする時間の中ですね。一応イラストまたこっちか、はい、描いたイラストがまた後で貼っときますんで、はい、いややっぱアナグマのいることですね。アナグマと猫がおったってキャンパーさんと話してびっくりしました。猫までいるんだと思ってですね、いやちょっとぼちぼち片付けていきましょう。
撤収完了ですね。ゴミもちゃんと拾いました。いや昨日はだいぶ飲みすぎましたね。ちょっと休館日を設けないかんです。それではテントのアドバイスなんかありましたら気軽にご相談ください。このテントアドバイザーが親身になって、お答えします。でチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。